マシロジャーナルです。今日はですね、視聴者参加型の企画ということで、最近行っているこの自宅シリーズなんですけど、今回は帰ってきたグラブ紹介ってことで、2、3年前に行ったあのシリーズをもう一回やっていこうかなと思います。で、当時一番最初のやつさんがクーニーさんがやってまして、その企画自分もやっていいですかっていう連絡しまして、クーニーさんから OK をもらいましたので、自分もやっていこうかなと思います。で、この自粛期間ということで、皆さんも自宅にいる期間が多いと。で、そんな中ツイッターでこんなツイートさせてもらいました。昨日の夜ツイートして50件ぐらいツイートをもらいましたので、その中から10名ほど選ばさせてもらって、本日グローブ紹介をしていこうかなと思います。それでは早速1人目ご紹介していきましょう。まずはツイッターネーム RM さんのグローブです。こちら水のプロのグローブでして、フィンガーコアテクノロジー、ポイントは葵さんの動画を見て片付けしました。それと自分はガチッと掴めて、でも補給面は広いのがいいので、それを意識して片付けしましたということで、水のプロのフィンガーコアってことで4枚写真を送ってもらいました。フィンガーコアはこのしっかり掴める暴れ玉を黙らせろシリーズってことで、自分もあるこれ使ったことないんですけど、やっぱり水のプロってことで皮がめちゃめちゃいい感じに伝わってきますね。で、面こんな感じです。土手抜きの逆巻き加工で、確かにポケットはこうがっちり掴めながらも広く使ってるような感じに受け取れます。まあ写真なので個人的に見た感想をお伝えするんですけど、補給面もシワがなくてめちゃめちゃいいグローブかなと思います。軟式の水のプロのグローブってのをほぼ使ったことがないんで、ちょっと一回チェックしたいっていうのはあるんですが、とても参考になるグローブかなと思います。というわけで水のプロのフィンガーコアテクノロジーです。はい、続きまして高校野球アットスト高生さんのグローブです。こちら公式用水のプロ、外野手を左投げ、高校1年生です。特徴は深めのポケットと小指を外側に反らせているとこです。中1の時に購入しました。コネクトバックがかっこいいグラブですということで、現役高校生のグローブですね。グラブの写真がこんな感じ。結構使い込んでる感はあるんですけど、この特徴的なコネクトバック、水のプロになります。結構写真を送ってもらった中では、水のプロ特に中高生めちゃめちゃ多いなというふうに感じました。その中でもこの赤系のスプリンテッドオレンジの内野手用外野手用っていうのは非常に多く感じました。で、説明にもあるようにこの小指を反らしてるってことで、結構外野手だとこう開く型、先端に向けてこう開いていく形を使ってる人多いと思うんですけど、ポケットが奥にあってしっかり取れそうなグローブに見えます。そんな感じで現役高校生の外野手用グローブということで、水のプロの紹介でした。はい、続きましてマッカズさんのグローブです。こちら中学2年生の公式プレイヤーの方ということで、ポイントはしっかり掴めて持ち替えも早くできるように、ポケットはウェブ下とそれよりちょっと下くらいに2つ作りましたということで、 IP セレクトのグローブですね。写真見るとこのブラックにタンのグローブってことで、めちゃめちゃシンプルなんですけど、かっこいいグラブかなと思います。で、このラベルが IP セレクトのシルバーイエローみたいなやつで、結構 IP セレクトラベルの種類あって、自分も昔何個か使ってたんですけど、黒に赤とか黒に青とか、その辺は確か自分は使ってました。で、補給面こんな感じですね。さすが IP セレクトの公式ってことで、補給面めちゃめちゃこう張りがあります。で、 IP セレクトは結構固めのグローブなんですけど、本当にゴルゴの持ち替えがしやすいかなというふうに思います。で、結構まだこれ新品っぽい感じはあるので、これから使っていくとどうなっていくのかっていうのが楽しみかなと思います。補給面見ただけだったらめちゃめちゃこう綺麗な形をしているグローブになります。というわけで現役中学生の公式用グローブになります。はい、続きまして前友さんのグローブです。こちら高校2年生のグローブということで、アンダーアーマーの公式キャッチャーミットです。中学2年の春に購入しました。中学2年の頃はキャッチングが下手で、マチの部分が擦れてしまってますが取りやすいです。肩は浅すぎず深すぎずというコンセプトで、肩を自分でつけましたということで、アンダーアーマーのキャッチャーミットですね。ここがこう修理してあると、確かこれコメントリプがあって、画像4枚目の一番下ですね、ここが破けてしまったので店で修理してもらって現在も使ってますということで、中学2年の春に購入して312ってことで、もう3年目に入るんですかね。で、補給面こんな感じです。結構この芯のウェブの方が擦れてる感じがありますが、土手の部分とかはまだ全然綺麗で、結構ポケットが奥寄りにあるのかなというふうに感じます。で、キャッチャーミットのアンダーアーマーっていうのは自分使ったことなく見たこともないんですけど、お店ではめた感じでは結構固めの感じ、カチッとしてるような感じがありますね。で、この刺繍ラベルってことで、アンダーアーマーのグローブって自分が高校ぐらいの時に出たやつだと思うんですけど、周りではあまり使ってる人がいないので、こういう情報はなかなかレアかなと思います。で、この修理もしっかりしてあって、まだまだ現役でいけそうなグローブですね。っていうので、アンダーアーマーのキャッチャーミットになります。
で今学生をメインで紹介してたんですけど、ちょっとここからは草野球の方を何名か紹介します。こちらが GT さんのグローブってことで、 GT さんちょっとツイッターでちょっとだけ絡みが前あったんですけど、社会人1年目軟式草野球ウィルソン軟式用のオーダーの5球型です。今トレンドのやや大きめでがっちり掴める型で、しっかり縦に閉じるように片付けしました。逆巻きなのでポケットがやや中央寄りになっており、がっちり掴む動きと手のひら補給が両立できるグラブです。とても軽いので操作性も抜群です、ということでウィルソンのオーダーですね。で見ていきましょう。こんな感じですね。キャメルとブラックとタンかコルクみたいな感じのカラーリングで、このウィルソンもラベルがめちゃめちゃ種類がありまして、 GT さんの場合は水色とブラックのラベルになっております。あとこの背面も紐通しがあって、内緒だとあんまりないかなと思うんですけど、ウィルソンはどうなんですかね、結構あるんですかね、っていうので背面こんな感じで、指当てもついてますね。で補給面がこんな感じです。結構縦に使うっていうのと、あと大きめのトレンドを入れてるってことで、見た感じ結構もう使われてる感じあるんですけど、補給面も広く持ち替えもしやすく、しっかり掴めそうなグローブかなと思います。で逆巻きの土手抜きですね。でウェブこんな感じですね。クロスの補強がこう入ってるやつで、このウィルソンのこのクマちゃんのマークも入っております。あ、こんな感じですね。縦にこう、あんまり横っていうよりは縦に使う感じのグローブになっております。というわけで草野球の方の内足用グローブになります。はい、続きましてこちらの町田康介さんのグローブですね。こちらも社会人2年目軟式のプレイヤーの方で、オーダーの内野用ということで、柔らかすぎるグローブは嫌なので適度な硬さを保ちつつ扱いやすいグローブですと。ピッチャーもやる方も多いので投げやすさもありますと、内野手なんですけどピッチャーでも使ってるってことなんですかね。でこの BS というメーカーになります。で写真がこの4枚、多分これは新品の時の、購入した時の写真だと思うんですけど、自分 BS ってグローブ見たことなく、聞いたことはあるんですけどはめたことはないです。でちょっと補給面が広めに感じますね。でこうオーダーで刺繍が入ってまして、ウェブはこの網のウェブですね。まあ、これだったらピッチャーもやってる人いますし、ピッチャーでも兼用できるといったところで考えてるのかなと思います。で赤オレンジ系の一色でシンプルではあるんですが、この BS ってメーカーは自分さんが詳しくないので、皆さんもこれで一度知れたらいいのかなと思います。既製品もあるのかちょっとわかんないんですけど、 BS っていうのはちょっと今後覚えておきたいなというふうに思います。っていうので勉強になりますね。っていうので町田さんのグローブです。はい、続きましてこちらガクさんのグローブ紹介ということで、高校2年生公式用龍のグローブを1年待ってついに今年の1月に届きました。とにかくツヤと指がしっかりはまっているという感じが好きです。またとにかく見た目がかっこいい、とにかく型を作るのが難しいので、大江さんの動画を何度も見てゴリスポさんの推しの SF1 を使いつつ頑張って型を作りましたということで、やはり来るかなと思ってました。この龍のグローブ紹介ですね。龍のグローブは自分2回ほど褒めたことあるんですけど、実際にこうノックとかをしたことはなくて、このブラックに単紐の折り返しハーフグローブとなっております。で龍のグローブ結構硬いっていう話を聞いてるんですけど、こちらのコメントにもあるように結構片付けに時間がかかっていると。ただ馴染むとやっぱり自分の手にフィットしますし、その分片付けに時間かかっても自分の手にフィットしてくれると思うので、龍のグローブっていうのもめちゃめちゃ今注目高いかなと思います。で補給面こんな感じですね。ちょっと見た感じは斜めにこういう感じで挟んで使っていくのかなというふうに感じますが、写真でも分かるように結構がっちりしてるように感じますね。でウェブはこの龍の特徴でもあるこのタイプですね。ちょっと内野手で使うにはどうなのかなってなるんですけど、まあ一度使ってみたいなというふうに思ってるグローブでもあります。っていうので龍のグローブがこう片付けされて写真とかであるっていうのはあんまないと思うので、結構レアな情報かなと思いますね。龍の現役高校生のグローブになります。はい、続きまして春と愛さんのグローブです。こちら高校2年生で公式です。水のプロのオーダーで坂本勇人選手モデルです。型は丸みを持たせ硬さがノクロに作りました。刺繍は感謝強心で、1年からベンチに入れてもらったことから感謝の気持ちを持って常に強気のプレーができるようにという意味で褒められておりますというので、水のプロのオーダー坂本勇人選手型ってことで、この前水の大阪に行った時にもやっぱり人気ランキングでこう1位に入ってくるっていうのが坂本選手型のオーダーグローブってことで、特に中高生に人気がある方となっております。結構坂本勇人選手型は丸みを帯びてる感じ確かにあるんですけど、ポケットがこう奥にあってしっかり掴めるように片付けがしやすいかなというふうに思います。で順巻きの土手紐ありってことで、この部分もこうしっかりしてるグローブで奥で撮る感じかなと思いますね。でこの写真を見た感じでもちょっと奥で補給してるのかなというふうに感じます。しっかり補給を重視するって方にはおすすめの型番となっております。でツヤもめちゃめちゃ出てまして、手入れもしっかりされてるのかなと思います。一番人気の水のプロのグローブになります。
はい、そして次ズーシー21さんのグローブなんですけど、こちら小学5年生の息子さんのグローブということで、2つグローブを紹介してもらってます。まず最初がミズノグローバルエリートの坂本勇人選手モデルの LL サイズと、もう一つが SSK のプロエッジの LL サイズということで、両グラブともスチーム加工で握力の弱い子供でも扱いやすく仕上がっています。先日のイベントでキャッチボールありがとうございましたということで、先日の小柳スポーツさんのイベントに来てくれたこのグローブですね。この子めちゃめちゃ球が良くてですね、キャッチボールイベントでびっくりするぐらいいいボール投げてたんですけど、ミズノのグローバルエリートと SSK のプロエッジということで、キャッチボールイベントの時確かこっちのプロエッジを使ってたような気がしますね。で10分ほどキャッチボールしたんですけど、めちゃめちゃこういい球を投げてまして、5年生でこのボール投げるんかっていうぐらいびっくりしたこのグローブになります。結構体格も良くてですね、スピードもあったので、ちょっと将来楽しみなこのグローブになりますね。でこう手入れも自分でされてるのかなというふうに感じるんですけど、この多分ミズノの方が新しいと思うので、これから手入れをしてもっともっといい選手になってほしいかなと思います。小学生にも人気のあるこの坂本選手型、小中高生そして今の草野球人にも人気あるのかなと思います。っていうので小学生のグローブの紹介です。でこのシリーズ尺的にラスト 1,2 名にしようかなと思うんですけど、こちらが木賀さんのグローブということで、高校1年生軟式中学で使ってたグラブです。肝やウェブは壊れたり気に入らなかったりで変えてます。型は結構浅めでショートセカンドをやってました。結構大井さんの型に似てると思います。 PS 大井さんからもらったグローブもかなり馴染みました。今は友達に貸してますということで、確かプレゼント企画で当選された方のアカウントだったかなと思います。何のグローブかちょっと忘れちゃったんですけど、プレゼント企画で当選された方のグローブですね。でこのグローブは別のグローブなんですけど、アイゼスの軟式用ってことで、ウェブコレドライヤのやつに変えてるのかなというふうに感じます。紐もちょっとこう自分でアレンジして黒になったりとか、結構元々の既製品をこう変えていくとめちゃめちゃこうカスタム感出るんですけど、まさにそのグローブかなと思います。でサイズが合わないとこう曲がっちゃったりするんですけど、こちらアディダスの軟式用ってことで、土手抜きの逆巻き結構使い込んでますね。で見た感じ縦に使う感じとこの奥でしっかり取るって感じで、アディダスのグローブも何個か使ってきたはいるんですが、結構形はボックスであんまりこう浅くないように感じますね。ただこのツイートでは浅めに作ってるってことで、土手がそこまで広いグローブじゃないんで、まあ、補給面でも操作ができるグローブなのかなと。確かに取ってるところを見るとこの薬指下が結構擦れてますので、セカンドショートやるときに、まあ、こっち側の薬指下を使ってるのかなというふうに感じます。っていうので比嘉さんのグローブでした。はい、というわけで続きまして、草野球3年目の草野球をやられてる方のグローブですね。こちらがスラッガーの軟式フローダー鳥谷選手風の KSN22PS っていうことで、スラッガー東京支店さんでオーダーしました。浅めですが使いもできるグローブです。鳥谷選手は L7S でしたが一回り小さめの 22PS でオーダー。君がヒーローだ鳥谷隆の刺繍が気に入っていますということで、確か鳥谷選手一時期 22PS も使ってたような気もしなくはないんですけど、ポジションは投手兼外野手なのでキャッチボールのくれ使ってます。内野挑戦に向けて練習中です。肩のこだわりですが、僕は手が小さいので揉みの際に手を浅めに入れて肩をつけていただきました。手口もきつめ、親指のフィット感抜群ですということで、写真見ていきましょう。鳥谷選手のモデルと全く同じグローブかなと思います。これ完コピされてるんでしょうかね。で黒とタンと水色マイヒーローという刺繍が入ってますね。で1番の刺繍と、で補給面がこんな感じです。このスラッガーってこう手を自由に扱える、本当に手のひらのように使えるんで、スラッガーどっちかというとこう手のひらに張りがあるわけではないんですけど、その分こう手のように使える、自由自在に使えるっていうのがスラッガーの特徴かなと思います。補給面が張っててこう弾くっていうよりは手のように扱えるっていうのがスラッガーの特徴なので、ザ・スラッガーかなというふうに感じます。で結構背面は張りがあって結構硬さが見えるんですけど、ツヤもあり、この向上心っていう刺繍も入ってるっぽいですね、見た感じ。っていうのでスラッガーのオーダーグローブの紹介になります。で今回のシリーズではラストにさせてもらいます。最後は YouTube もやられているいとしんさんのグローブってことで、直接のこう絡みっていうのはまだないんですけど、つい先日インスタでちょっと連絡を取らせてもらいまして、今回紹介させてもらおうかなと思います。畠山のスペシャルプロオーダー公式左投げキャッチャーミットってことで、キャッチャーミットの左手だけでなかなかレア感あるんですけど、その中でもオーダーというので、型番が M1 型ですね。フィールポイントは畠山のミットで一番小さいモデルにしました。左半身が動かないので右手にしかミットをはめられないのでノリと勢いを出しました。気に入っている点は配色とスペシャルプロオーダーの金刻印、下手くそな自分でも爆音が鳴るってことです。というので写真の方を見ていきましょう。こんな感じですね。左用のキャッチャーミットだけでこう見た感じおっと思うんですけど、ネイビーとレッドとホワイトの配色となっております。で補給面がこんな感じですね。見た感じこれどこかで片付きをしてるのかなというふうに思うんですけど、この人差し指の部分がこう下にへこんでいるタイプの片付けかなと思います。結構キャッチャーミットだと多いと思うんですけど、補給面の張りが写真だけでもこう感じますし、畠山のミット確かに音はいいって聞いてるんですけど、どんな感じなのか気になりますね。で背面がこんな感じですね。バランスよく
ホワイト、ネイビー、レッドが配色されてるっていった感じでしょうか。で、イトシンさんキャッチャーミットでボールを受けてる動画が確かこのパサペンとのコラボであったと思うんですけど、その時にこのミットを使ってたのはちょっとわかんないんで、でもし使ってましたらリンクを貼っとくので見てほしいかなと思います。なかなか左のキャッチャーミット持ってる人はいないと思うので、しかも畠山のオーダーっていうので注目かなと思います、っていうのでご紹介させてもらいました。はい、というわけで本日は自分が Twitter で募集しましたみんなのグローブ紹介の第1弾ということで紹介させてもらったんですけど、まあ、やっぱり学生の中では水野が多いかなっていう印象と、あとやっぱり坂本選手型が多いかなっていう風に感じました。で、やっぱり学生の時ってそんなにこう草野球と違って何個もグローブを変えるわけじゃないんで、その分修理したりとか結構汚れて紐が切れて直したりとかいうのがあるので、その分学生らしいこう愛着のあるグローブになってくるんじゃないかなと思います。大人になって草野球を始めたら、まあ、いろんなこうカラフルなオーダーとか自分好みのオーダーとかを考えてみるのもいいかなと思います。そんな感じで本日はちょっと学生をメインでちょっと草野球の方も紹介させてもらったんですけど、10名からちょっと紹介させてもらいました。まだまだたくさん応募してくれた方がいますので、その中から紹介していこうかなと思います。そんな感じで本日はみんなのグローブ紹介の Twitter で募集した皆さんのグローブの紹介でした。それでは今日のチャンネルは以上です。よいしょ。そして今回のプレゼント企画です。まずはこちら、フィールドフォースのインドアバッティングネットになります。こちら室内用に作られたバッティングネットで、軟式や硬式は対応しておりませんが、穴あきボールやウレタンボールを思い切り打てるバッティングギアとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら、ローリングスのゴリスポがセレクトしたオイル4点セットになります。こちらがあればすぐにグローブを手入れできるような状態になっております。この2つをチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。よいしょ。